内閣が解釈で変更してそれに基づいて法案を出すなんていうのはね、はっきり言って言語道断なんですよ。憲法解釈の変更をやらざるを得ないだろう。ただやる場合においてはやはり相当な、手続きも経なければいけないし。郵政民営化の議論以来9年ぶりの総務懇談会では、この問題がそう簡単に決まっていいのかという恐ろしさがある、憲法解釈で変えるにはかなり慎重でなければならないなど、集団的自衛権の行使容認に慎重意見が噴出しました。これに対し安倍総理は直後に開かれた役員会で、自民党らしく活発に議論してもらいたいと述べ、直属の機関を設置して議論する考えを示しました。